チャールズ・デクスター・オードの事件。 H.P. ラブクラフト。 V. 悪夢と激動。 7. かのイレット医師の清めが消えた地下室での忌まわしい方向並みに神経を砕く苦難であったことは、老医師がその日の夕方に帰宅するや否やそのまま電池が切れた状態になってしまった事実でわかる。3日間というもの、彼は自室で休養を取ったが、召使いたちは後になって水曜日の真夜中に彼が立てた物音についてつぶやいた。表の扉がそっと開き、並々ならぬ静かさで閉じられたのだ。召使いたちの想像力は幸いにも限られていた。さもなければ木曜日の夕刊新報紙の記事が噂になっただろう。そこにはこうあった。ノース、エンドの墓荒らし活動再開す。北共同墓地ウィードン各区画の卑劣なる破壊行為より、10ヶ月の休眠期間を経た本庁、同墓地にて夜警ロバート、ハートは夜の徘徊者を別件した。午前2時ごろ、詰め所にて北西より遠ざからぬ地点でランタンないし懐中電灯の光を認めたハートはドアを開けた。近くの電灯を背にコテを持った男の影が明瞭に見受けられたためこれを捉えようとしたところ、犯人はハート接近前に表口から急ぎ逃亡し、夜の街に紛れ込んだ。昨年初めて墓荒らしが活動した時と同様、この侵入者も発覚前に何らの実際的な損害を与えずに終わった。ワード家区画の空地を表面的に掘ったのみであり、墓と言えるほどの大きさの穴を掘削しようとした様子はなく、以前の墓の損傷もなかった。ハートは徘徊者についてそう顎ひげの小男としか見て取っていないが、これら三件の墓荒らしは同一般の仕業だと考えている。一方、第二文書の当局は第二の事件に見られた残虐性を根拠に、異なった見解を持っている。その強行では小墓が取り去られ、墓石が暴力的に破壊してあった。昨年3月に発生した最初の事件では、何かを埋める糸が未遂に終わったものと考えられ、密造修行者が隠し場所を探したものとされている。ライリー巡査部長は、今回発生した第3の事件も性格上類似しているかもしれないと言った。第二文書当局では不法行為を繰り返す不敬なる無法者一味を捕らえるべく、鋭意努力を傾注している。ウィレット医師は木曜日の一日を、過ぎた何事かから立ち直り、あるいは来るべき何事かに立ち向かう気力を養うために当てた。夕方、彼はオード氏に短い手紙を書いた。この手紙は翌朝配達され、半ば呆然としていた父親を長く熟考させたのだった。オード氏は月曜日の報告に当惑させられ不吉な、清め、に当てられ、それ以降出社できないでいたが、医師の手紙は絶望を通告し新たな謎を予告しているらしいのにもかかわらず、何かなだめられるものがあった。ロードアイランド州プロビデンス、バーンズ街10番地。1928年4月12日。親愛なるテオドール。私が明日しようと考えていることについて、今のうちにキ君に話しておいた方がいいと思え言うでを取りました。それで、私たちが辿ってきた恐ろしい出来事にケリがつくでしょう。いかなる隙をもってしても、私たちが知るあのゾッとするような場所に到達できないだろうと思うからです。ですが、それがどれほどはっきりとした決着かを明記しないことには、キ君は心安らかになれないのではありませんか。私はキ君が小さな男の子だった頃からキ君を知っていました。ですから、曖昧なままそっとしておくのが一番であるような物事があると言っても、私を疑わないでくれるでしょう。チャールズ君の件に関してはこれ以上気にやまれないのがよく、チャールズ君の歯は気味にもご本人がこれまで疑ってきた以上のことを知らせないのが寛容です。明日キ君を呼び出す時点でチャールズ君は逃亡しているでしょう。
これ以外のことは誰の心にも残る必要がありません。彼は狂い、彼は逃亡しました。この狂気の部分に関してですが、チャールズ君の歯は気味絵は、キ君がチャールズ君名義のタイプ打ちの手紙を送るのをやめた後、優しく少しずつ知らせてやってもいいのです。キ君も、アトランティックシティの奥さんのところへ行き、ご一緒に休養を取られるよう勧めます。このようなショックの後では私と同様、キ君にも休養が必要です。私もまたしばらく南部に行き、心を静め元気を取り戻すつもりです。ですから、電話の際には質問しないでください。不測の事態が起こるやもしれませんが、その場合は連絡します。そうはならないでしょうが、もうそれ以上に心配することはありません。というのも、チャールズ君はとても安全だからです。彼は今、キ君が想像する以上に安全です。もうアレンのことを恐れ続ける必要はありません。それが何者あるいは何物であるかも。彼が形作るのは、ジョセフ・カーウィンの肖像画と同じように、多くが過去に属するもので、いずれ私が木屋敷のドアを叩くときには、そのような人物がいないことを確信されるでしょう。そして中世草書体の伝言がキ君及びキ君のご家庭を煩わすことはなくなります。ですが、キ君は憂鬱に陥らないよう心を強くせねばなりません。奥さんにも同様に心の準備をさせてください。正直なところ、チャールズ君の逃亡はキ君の元に帰ることを意味しないのだ、と言わねばなりません。心だけではなく体の微妙な変化からキ君も理解されているであろう通り、彼は怪奇な病に侵されてしまいました。そしてキ君は彼と相見えることを望んではなりません。これだけを慰めとしてください。彼は鬼畜ではなく、本当のところ狂人ですらありませんでした。ただ謎と過去を愛する熱烈かつ勤勉で、好奇心の強い少年であったことだけがかの身の破滅だったのです。彼は死すべき人間の知ってはならぬ物事を知り、遡ってはならぬ時代を遡ってしまいました。そしてその時代からやってきたあるものが彼を襲ったのであります。これから私が書こうとしていることを、とりわけ信じてほしいのです。なぜなら、チャールズ君の運命には不確実な部分はもうないはずだからです。キ君が望むなら、1年ほど後にふさわしい幕引きを行うことができます。少年はもういないのですから。北共同墓地のご一家の区画に、キ君の父上のお墓より西に正確に3メートル離れて、そのお墓と同じ向きで石を建てればいいのです。そしてそれがキ君の息子さんの真の休息所を示す印となるでしょう。怪物や取り替え子の印と恐れることはありません。そのお墓に眠る灰はキ君自身の変わらぬ骨と筋。子供の頃よりキ君が育んだ魂を持つ、本物のチャールズ・デクスター・オードのもの、お尻にオリーブの印があり、胸の黒い魔女の印も額のアバタもない、本物のチャールズ君のものです。実際の悪事は何もせず、潔癖症のために命を落とすことになる、真のチャールズ君です。以上です。チャールズ君は逃亡することになり、キ君は今から1年後に彼の墓石を建てることができます。明日は質問されませんように。また、キ君のご一家の名誉はこれまでも常にそうであった通り、怪我されぬままであることを信じてください。この上ない共感、賢人への奨励、落ち着き、及び定感を持って、いつまでもキ君の、心からの友たる、マリナス、B、ワイレット。そして1928年4月13日金曜日の朝、マリナス・スビクネル・ワイレットは、コナニカット島にあるウェイト博士の私立病院の病室にチャールズ・デクスター・オードを訪ねた。青年は訪問者を追い返そうとはしなかったが、機嫌が悪そうで、ワイレットが明らかに会話を求めているのに、
気が進まぬようだった。医師が地下室を見つけ、その中でゾッとするような経験をしたことが当然ながら新たな当惑の種になったので、最初の決まりきった挨拶の後は二人ともそれとわかるほど気遅れしてしまった。ついで、新たな気兼ねの要素が忍び入ってきた。ワード外師の仮面のような顔の裏にこれまでなかった恐るべき目的を読み取ったのだ。最後の訪問以来医師は変わった。患者を案じる家庭医が情け容赦なく執念深い復讐者に席を譲っているのだ。それを意識して患者はひるんだ。ワードは実際に青くなり、会話の唇を切ったのは医師だった。さらに多くのことを、彼は言った。見つけ出した。君には正々堂々と警告しておかなければならないな。罰されて当然だと。またほじくり返して、かわいそうな飢えたペットどもをもっと掘り当てたので、と皮肉混じりに返答があった。青年が最後まで虚勢を張ろうとしているのは明白だった。いや、ウィレットはゆっくり答えた。今回は掘る必要はなかった。人をやってアレン博士を探させ、彼らはバンガローでつけひげとメガネを見つけた。素晴らしい。平静を乱された患者がなんとか気の利いた侮辱を返そうと論評を加えた。あなたも今つけているのを外して、それに変えるともっと似合うこと必要ですよ。君によく似合うだろう。落ち着いた熟慮の上の返答が来た。実際にそうであったようではないか。ウィレットがこう言ったとき、あたかも日が陰ったかのようになった。床に落ちる影には何の変化もなかったのに、そこでウォードは思い切って言った。それが罰を受けなければならないとかがみがみ言う理由だと、時折二重生活ができたら便利だと思うこともあるだろう。いや、ウィレットは早朝に言った。また君は間違ったね。誰が裏表のある生き方を目指そうと私の知ったことではない。ただし、その人物に存在する権利が少しでもあり、また、自分を宇宙の外から呼び出したものを抹殺しなければ、だ。ワードは乱暴に身動きした。そうか、先生、あんたは実際に何を見つけ、わしに何をさせたい。医師は答える前にちょっと間を取った。効果的に返答するために言葉を選んでいるようだった。私はあるものを見つけたのだ。ついに歌うような声で話し始めた。かつて絵が飾ってあった古いオーバーマントルの裏の食器棚の中に、焼却して、灰をチャールズ・デクスター・オードの墓石が据えられるべき場所に埋めておいた。狂人は息を詰まらせ、それまで座っていた椅子から飛び上がった。クソ、誰に話した？わしが生きているのに。誰が2ヶ月も経ったそれを彼だなどと信じるというのだ。どうするつもりだ。ウィレットは小男でありながら、患者を身振りで沈めたとき、その身は裁判官めいた威厳を帯びていた。私は誰にも話していない。これは通常の症例ではない。時を超えた狂気。宇宙の外側からの恐怖であり、いかなる警察、放送、裁判所、精神科医であろうと、見抜くことも、取り組むことも一切できないだろう。ありがたいことに、私の中で想像力が働く機会があった。こういう考えを巡らせても間違っていないのではないかと。私を騙すことはできないぞ。ジョセフ、カーウィン、私は君の呪われた魔術が神聖だと知っているからだ。私は君がいかに年代を超えて呪いの網を返し、生き写しの子孫にからげたかを知っている。私は君がいかに彼を過去に手繰り寄せ、いやらしい墓から君を呼び起こさせたかを知っている。私は彼がいかに君を実験室にかくまい、君が現代の事物を学び吸血鬼として夜をうろつくまでの時間を稼いだかを知っているし、また君がいかに後になってヒゲとメガネをつけ、彼との神を恐れぬ類似性を疑われぬよう隠していたかも知っている。私は彼が世界中の墓を荒らし回る君の醜悪な盗掘活動を妨害したとき、
君が何を決意したかを知っている。また、その後に君が何を計画したかも、それを君がいかに実行したかも知っている。君はヒゲとメガネを外し、家の周りの護衛を欺いた。彼らは入っていった君を彼だと思い、彼を絞め殺し、隠した後出てきた君を彼だと思った。だが、君は二つの精神の中身の違いを考えていなかった。君は愚かだった。ジョセフ、カーウィン、目に見える同一性だけで十分だという幻想を抱いていたとは、なぜ話し振りや声や筆跡のことを考えなかった。ほら、全然うまくいかなかったではないか。草書体の伝言を書いた者が何者あるいは何物であれ、君の方がよくそのものを知っているだろう。だが、君に忠告したい。それは無益に書かれたのではなかったと、粉砕せねばならぬ非道な冒涜行為が存在し、私はあの伝言の筆者がオーンとハッチンソンを処理してくれるだろうと信じている。あの者どもの一人が君に書いてよこしたね。沈められないものを呼び起こすな。と、君は前に一度破滅した。おそらくそのようにして。そして君を再び破滅させるものは、まさに君自身の邪悪な魔術だろう。カーウィン、人は自然にある限界を超えて干渉することはできない。君がこれまで織りなしてきたすべての恐怖が、君を消し去るために立ち上がるのだ。しかし、ここで医師の言葉は目の前の人物が発する痙攣的な絶叫のため途切れた。絶望的なまでに追い詰められ、丸腰で、少しでも身体的な暴力を見せれば医師を救うべく付き添い人たちの大群がやってくるだろう。そこでジョセフ、カーウィンは昔の馴染みに頼ることにした。両の人差し指で一連のカバラの印を結び、今や偽のすれ声を捨てた深くうつろな声で、恐怖の細分の最初の言葉を怒鳴った。For Adonai Elohim, Adonai Jehovah, Adonai Sabaoth, Midoriton。 だが、ウィレットはあまりにも素早かった。庭の犬たちが吠え始め、湾から冷たい突風が吹き始めた。まさにその時、医師は厳粛にして韻律正しき抑揚を持って、前々から暗唱してきたものを唱え始めた。目には目を、魔術には魔術を、いかほどの教訓を深淵で学んだか、今こそ示して信ぜようぞ。マリナス・スビクネル・ウィレットは明晰な声で、細分の第二の部分を唱え始めた。第一の部分はかの草書体の筆者を呼び起こした。第二の謎の細分がいただいていたのは竜の尾、すなわち高光点の印である。O Guthrod I Hu, Gebli Hu, Yog-Sothoth, Nag-Nag I Yet, Zu-Ro。 最初の言葉がウィレットの口から出ると、すでに唱えられ始めていた患者の細分は途切れた。言葉を出せず、怪物は乱暴に腕を振り回し、やがてそれも不可能になった。恐るべきヨグソトースの名が発せられた時、おぞましい変化が始まった。それは単なる普及ではなく、むしろ変容ないし最進化というべきものだった。ウィレットは呪文を最後まで唱える前に失神することを恐れて目を閉じた。だが彼は失神せず、かの幾世紀を超えた不浄の男と禁断の秘密が世界を再び煩わすことはなくなった。時を超えた狂気は収まり、チャールズ・デクスター・オードの事件は幕を閉じた。目を開けた彼が恐怖の部屋から転び出る前に見たものは、自分の記憶の中に守ってきた呪文が誤っていなかったということだった。予想通り、3の必要はなかった。1年前の呪われた肖像画のように、ジョセフ・カーウィンは今や床の上に薄く広がる青灰色の塵になっていたのである。カン。